石橋岩に来てもらいました。石橋岩です、よろしくお願いします。はい、何するかは知りますか？ほんまに知らないです。知らないです。はい、はい、今回の企画は抜き打ちカバンの中身チェックやばい、はい、今からカバンの中身を紹介していただきます。ほんまにあかん、ほんまにあかん、これちょっと抜き打ちすぎる。それそうやな、確かに確かに、先に言ったら抜き打ちじゃなくなるやん。めっちゃ汚い。カバン先にじゃあ何使って、どんな使ってる。はい、ほんまにやや、ちょっと待って、はい、どんどん、はい、上げてください。あ、お財布お財布これずっと使ってるよな。使ってます。去年の1月から使ってます。はい、はい、今日着てきた私服が入ってます。短パンと服服あの上のトンプスで、ね、でもこれやばい、ちょっと待って、めっちゃ汚いんだけど、どうしよう。じゃあほんまに嫌や、ほんまに嫌や、ほんまに嫌や、見せたくない。はい、じゃあ教えて、中身見せて。まあ仕方ない。あ、その教科書懐かしい、中学を使っとった。そう、使ってた。あの1週間後にテストで、いやほんまにやばいなと思って勉強しようと思って、あの電車での中で勉強しようかなって思ったけど、してません。あ、うん、で今日なんかお髪の毛とか、その見た目 YouTube 撮影するって言われてたから、あのアイロンね、アイロンをで日焼け止めです。あ、大事、これは大事。最近ほんまに紫外線がやばすぎて、あの私あの去年運動会で体育員してたんですけど、そっからあの色が戻んなくて、もうずっと黒いままで。どうやったら白くなる？え、どうやったら白くなる？でもなんかうちあんまり焼けへんねんな。あとタングルティーザー、あ、みんな持ってるね。髪の毛を解きます。これな、結構みんな使ってるな。デコレーションしたけど、なんかデコレーションがはげてきてます。でこれはなんか、なんてパウダー、うん、パウダーつけたまま寝れる洗顔不要のスキンケアパウダーとか言いながら寝たままつけたことないやつ、パウダーです、パウダーです。はい、鏡、あ、ライトつくんそれ。そう、つくねんけど弱いです。弱いです。ほんまについてなくてメイクポーチ、鏡はもうほんまに汚い。なっちゃう、だってこんなん普通人に見せるようなもんじゃないじゃないですか。普通に自分で使う。鏡紹介やから。あ、確かに、うん、これはあの髪の毛の、あ、アホ毛、あ、そうそう、アホ毛取れるやつ、取れるやつ、今日も今もやってるアホ毛、アホ毛見せるやつで、まあケイトのアイシャドウ、うん、これはクリオの、まあ使ってる人多分多いと思う。多いよ、うん、めっちゃ見る。でこれなんかもううちのやつみたいな、え、ゆうこさんのやつ。あ、ほんで、うん、まあアイプチ、うん、なんか今日なんかやっぱりよく食べた日、塩分つやも食べた時とか、うん、めっちゃ顔むくんで、次の日来たら絶対人になってて、もうね、これはあかんなと思って、まあ、アイプチは入れてる。でも湯は二重になってからさ、垢抜けたくない、めっちゃ。え、めっちゃ言われるんけどさ、二重になったって言ったら去年の3月やん。あ、ほんまに、うん、4月か、去年の4月から二重になりました。じゃあ昔の写真とか見たらさ、うん、なんかさ、もうみんなおっさんなみたいな、やばい、ほんまにザ小学生みたいな。逆に見てほしいかもしれない逆にな、ほんまにエグかったよな。セイドのビューラーです。ケイトのあのアイブロウのやつです。けど同じやつなんですけど若干色違うんですね。 あ、これは MAC のリキッドアイシャドウです。アイシャドウ、うん、これめっちゃいいね。何音、え、でもめっちゃいいんですよ、これは超キラキラ。そう、なんか普通にアイシャドウとか塗って重ねたりとか、うんうん、あのこれ単体でも使えるし、結構実用性高いです。なるほど。で、まだある？ここである。めっちゃある、まだ。これは眉毛、眉毛。眉毛？アイブロウです。あのこれ塗った後にこう眉マスカラ、眉マスカラを塗ります。へえ、なるほどね。でこれは。あのマスカラ、マスカラ全然ちょっと今日やばい、今日やばい、今日どう思ってん
で、はい、これは一生持ってる？うん、持ってる。キャンメイクのコンシーラーです。はい。けどこれはなんか自分の肌に合うわと思って買ったんですね。ほら、めっちゃ合ってると思いません？うんうん。ですけど、あの思った以上に暗くて使いにくくて、どうしたと思ったら、あのニキビできたらピャッて。なるほどね。ってます。アディクションのアイシャドウです。アイシャドウ。これはでもなんか友達とあのクリスマスにあのデパコス交換みたいなをしてあのもらいました。交換でもらったんや。交換でもらいました、ね。でこれはなんかコンビニファミマで売ってるやつがめっちゃいいって聞いたんで買いました。何それ？マスカラ。あ、マスカラ。でこれ黒じゃなくて紫。すごい。なんです。初めて見た。ほんまに？うん。これはアイライン。アイラインです。です。で、これはディオールのリップ。ディオールはめっちゃ好きで、あのよく買ったりするんですけど、あの可愛いじゃないですか。もうときめき。女の子のときめきみたいな感じだから、うんうんね、もうディオールが大好きで。でもさらにディオール。うん、また出てきた。ディオールは。これは？これはチークです。はい、お誕生日プレゼントにママとパパにもらいました。これはイブサンローランのリップです。 TikTok でよくその美容系の方が上がってくるんですけど、そういう最近もメイク上手な方がもうたくさんいるので、その最近の流行のメイクはじゃ取り入れたりはしてます。はい、これでかっこ、でかくね、めっちゃいっぱい入ってる。めっちゃいっぱい入ってる。分けてるんですよ、使い分け。はい、あの教えて、まあ、全部紹介したらほんまに、ちょっと大変なことになっちゃうから。おすすめの文房具とか。おすすめの文房具はね、これですね。ノートを綺麗に書けるんですよ、これで。ノート、字が綺麗に書けるのか。ノートを綺麗に、ノートに綺麗にまとめれる、字を綺麗に書けるんですよ、うん、で、これ 0.2 なんですよ。聞いたことある？ 0.2 って 0.3 じゃない普通ですよ、ね、細いな。これは付箋です。技術で入った、わかりますかこれ、あの抵抗器ですよ。なんかやった、こんな、何これ、青6とか緑5とか、何これ、わかんないですか、えこれは透析変形とか箱ひげ図とかテスト範囲とか、あ、そういうことです。テスト期間もない。そうやねんな、ほんまにやばい。スマホです。あれ、2個持ちですか？2個持ちです。2個持ち、なんで？なんか、スマホの会社あるじゃないですか。うん、スマホの会社に、容量増やせるって言って、こんな言い方はしてないですけど。こんな言い方はしてないです。見てください、これ。可愛くないですか？これは？魔王とユアです。はい。これさっき撮ったんですよ。さっきチェキね。チェキ。最近な、よく使ってる。そう、マオがずっとチェキを使ってて、あのマオにあの一緒に撮ろうって言った。言ってもう撮りました。ほんまに上機嫌。これどうなってんの？自動で動くの？どういうこと？このカメラのビーみたいな。あれじゃない、なんかさ、ブレへんっていうかさ。いや、当たりついてってるわけちゃう。違う。こうやって思うの誰が人だかみたいな。これ教えてもらって、こうしたらな、うちのホームくれ。これ、ここ押したらな、岩のホームくれで。え、そうなん？どこ押してんの？まだあんねや。ファンデーションです。え？ファンデーションです。あ、ファンデーションですか？すごい雑やったけど。食べたもの書いてます。あ、食事ね。うちらな、食事もチェックしてます。あ、待って、最悪。今のカットでお願いします。私、トップ。体重変えてます。カットでお願いします。お願いします。体重はやばい。でもいいやん、ちゃんとチェックしてんねんな。はい。体重やってくださいね。カットしてください。うちじゃないからさ。お願いします。だってメガネね。そうなんですよ。ゆっくり寝てる方がな。それをする用じゃないやろけどさ、なんか写真撮るときとかに反射して、うん、全部写るじゃないですか、画面とか。それがちょっと嫌で、あの
くり抜きました。でも最近くり抜いてる人多い。多いよな。曇らないんでいいんですよ。それないか。こんな感じかな、今の荷物は。はい、そうです。もうちょっとなんか違う自分を見せたかったですね。あのちょっと素すぎた。ひなのはチェックしたんですか。してないです。今度はひなののカバンもチェックしてほしいです。もうなんなら今してほしいぐらいなんですよ。でも第2弾でさ、あやめやりたい。あやめほんまにやばいですよ。今回全員1期生やったから、なんかやっぱりさ1期生入下入ってきたらさ意識するようになっちゃうからさ、ちょっとあのあやめとかそのひなのとかをなんでなんかうち汚いみたいな。うち結構綺麗やからな。ひなのとかあのあやめとかをチェックしてほしいです、この司会してんのに。はい、はい、せーの、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。